どうも、はじまきよしろうです。ということで、トイレでトークということで、ここ一応トイレなんですよね。まあ、白飛びしてますけど、すっごい白飛び。でも、俺は飛ばないっていうね。いや、今ね、下半身を脱ぎました。パンツでね。うんこをするみたいな感じでやるんですけど、まあ、うんこしないですけど、まあ、喋っていきましょうと。いや、やっぱダメだな。うん。パンツ隠しても怖いからね。便座と隠して。いや、やっぱその喋っていきたいなって思うのがあって、やっぱ僕ね。YouTube 好きなんですよ。うん、で、やっぱその、なんかヒカルさんが炎上君でね、まあ僕のことをなんかそうやって炎上した時に言ってきたって人っていうのは、どこかでなんかそう気にしてるところがあって言ったんじゃないかなっていうので、キリンさんが言ってたんですよ。考察、まあ動画見てないですけど、で、そのコメントに俺は、なんていうんだろうな、どの口が言ってんだよとかね、言ってるコメントありますけど、なんていうんだろうな、やっぱ僕、生粋なヒカル信者なんですよ。まあ、S 級ヒカル信者が、まあまあまあ、俺は大体 B 級光信者なんですけど、まあ、S、A、B、C あって B なんですよね。うん。うん、C っていうのが、まあ、好きって言うけどそんな好きじゃないみたいな。もう推し変するよみたいな。で、B 以上から推し変はしないと。でもお金は出さないみたいな。で、まあ、A 以上になってくるとやっぱお金をしっかりつぎ込むと。で、S になってくるともう、やっぱり歴も長いよみたいなになってくりますよね。はい。まあ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 。いろいろ喋っていこうかなと思いますけど、まあ、僕すごい光る信者なんですよ。まあそれでね、やっぱ僕が最近思うことっていうのは、なんかね、物申す系で言っちゃいますけど、俺ね、それで思ったんですよ、真琴さん。なんかね、真琴さんってさ、チャンネル登録者数とか見てもやっぱりその数字は伴ってないわけじゃないですか。まあ面白いけどチャンネル登録者数は伸びないみたいな感じだけど、まあ何かが合ってないんでしょうね、時代に。あ、でも単純になんかね、小学生は層を受け入れてないだけですよね。うん、だって数字だけ見たら新規層がいるか分かんないじゃないですか。だって前のチャンネル登録者数より20万人少ないんで、今160万人でそれくらいでしょ。それで見てなんかヒカルさんになんか言ってたじゃないですか。まあヒカルさん、まあ3の誠さんって、まあ、一応3もつけますけど、まあ、言ってたんですけど、やっぱり何が俺いけないんじゃないのかなと思ったら、そうやってなんか詐欺師っていうところね、まあ、確かに詐欺をしてるかもしれないけど、バリューっていうのはグレーゾーンだけであって、その詐欺師って言ってるのが、下手したら名誉毀損になる可能性もあるじゃないですか。まあ、これは久保田さんが何々言ってますけどな。まあまあ、でもそういう罪とかの話の前に、人を傷つけました、ヒカルさんが。だったら誰か他の人が、第三者がヒカルさんを傷つけていいんですかっていう話になってくるじゃないですか、やっぱり。あ、お前あの人傷つけたから俺傷つけるなみたいな感じの風潮があるじゃないですか、ネット。それって俺おかしいんじゃないかなと思って、やっぱり誰か叩く必要はいるけど、いや、お前はやんなくていいだろってやつは多いですよね。なんで叩くのって、お前らどんだけ何かに対して固執してこうやってもう叩いていたいんだよ。でちょっとそういうとこが気持ち悪いですよね。まあ、それ YouTuber にももうヒカルさんが炎上した時ってすごかったですかね。やっぱいろんな人がヒカルさんに対してもうタイポンさんだってね、もう気持ち悪いっすよね。生放送まで開いてもヒカルさんはなんか、まあ、50万人の YouTube のね、そういうパーティーがあった時にも、上から目線で、ちょっとこの人はとか言って、って、みんな炎上してそうやって言うじゃん。気持ち悪くないって思って。で、それで思ったのが、やっぱ、柴田さんかっこよかったのは、やっぱその、ヒカルさん全盛期の頃にも、あいつは詐欺師、みたいな感じにずーっと言い続けてたっていうのはかっこいいなと思いますよね。その人の意見を気にせず自分の言いたいこととかそういうことを言って、で、おい、柴田、ヒカルとでけって言った時に、いや、俺はお前らのマリオネットじゃないからみたいな感じでやるっていうのはやっぱかっこいいですよね、柴田さん、そういうところ。で、まあ、俺はダサいなと思ったら、ヒカルさんたちを叩いてる人とか、まず炎上した YouTuber 叩いてるやつダサいですよ。まあ、俺含めね。俺もでもね、今改心して、まあ、叩くことはなくなりましたけど、昔はすごい叩いてましたよ。ゆなチャンネルに物申すって言ってね。で、物申すとは言ったものを1分も物申さないでね。ゆなチャンネルに物申す。わけねえだろうがよって言って、ボケ倒すっていう、まあ、16分間ボケ倒すっていうね。結局何も物回さないで、しっかりと物申した動画消されてるっていうね。誰かの手によって消されました。はい。まあ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 。物申して自由的機会もありました。レイターズが無性にムカついてね、あいつらクソつまんねえのに人気だけやりやがってはぶっ殺してやるみたいなね、思った時期もありました。まあ思うだけなんで口には出してないんでね。それで、お前、さすが用具だって言うんですけど、それは違いますね。気持ちだけそう思ってました。今は、いや、つまんないなって思いますけどね、何も変わってないなと思いますけど、面白くはないな、面白くないっていう事実はね、未だにありますから。見ないっすよ、俺はレイターズさんもね。いや、面白くないです、単純に。
チョコレートチョコスモチョコスに合わせてつまんなかったじゃないですか。やっぱそのまあ僕も一応ねバズ信者だったんです一時は。バズ信者だった時に、まあ、バズのクリエイターらばーって言ったらそのまあ今はチョコスニー、まあ、チョコレートスニーカーズになってるんですけど、まあ昔は、チェリーボンバーズだっけな、まあそんな名前だったんです。で、ああいうチェリーから始まって、どうもチェリーボンバーズだみたいな感じでやって、ニコニコ超会議のところで人目がいる中で大声出してる、大きな声出せばいいのか、 YouTuber 迷惑かければいいのかって、まあその時からそういう面はありましたよね。まあ、評論家から言わせてもらいますと、いや人前であんな大きな声で挨拶するなよって。で、禁断ボーイズは禁断ボーイズでガチャーって大きな声出して人目がこうやって見るじゃないですか、通る人が。そしたらそこにあのこいつうわうわうわ見ちゃダメよみたいな面白い編集をしてたけど、そういうのがなかったよね。まあそれは若手だからしょうがないのかもしれないけど、禁断ボーイズさんを見てればそういうところの工夫もできたはずとねえ、まあ僕は思いますけど、うん、まあ、僕は編集しないです。なんでかって編集しないんじゃなくてできないんです。技術ゼロです、うん、マイナスだね、どっちかっつうと。その、 あとゼロ、まあ、まあ、スマホで頑張れば編集できるんですけど、いやなんかもう、いやなんか嫌なんですよ、もう、もういや編集したくないんだよっていう。編集したってあの効果音使ったってなんかムカつくんですよ。あの iMovie とかキュートカットの効果音にイラッてするんですよ俺。そういうなんか病気みたいなのが入ってるんで使いませんっていうことで、まあ、白飛びがすごいですよね。ケツめんどくせえな。うわ今バキッていった床が、うん、やば。まあそういうことがありつつね、まあまあなんか話脱線しちゃいましたけど、でも炎上して YouTube 叩くのってすごいダサいと思うんですよ。うん、ダサい、うん、それが炎上した YouTuber が大なり小なりねやったことに対して、ね、三股は俺は全然はじめ社長は何とも思わないし、で俺一番言いたいのはそのバリュー被害に遭ってないやつがそうやって言うっていうのは分かるしね、もし被害に遭ったらっていうなんかそのなんか変なコントみたいなのお前ら始めんなよと思います。もし何々だったらってコント始めんなと思いますね。あるじゃないですか、もし校長先生だったらっていうショートコントみたいなのあって、あのショートコントお前ら始めとるやんけみたいな、ね、いやもう今の例えなんだよと思いましたけど、自分でもね、いやそうですよ、すごい今日はなんか円滑に喋れるな。まあ556をね、口の中に入れたんですごい喋りがいいですね。やっぱ皆さんもね、あここぞという時にはね、口の中に556を噴射すると喋りやすいっていう、まあ一つのギャグですよね。まあこれでね、人笑いが受けて、これが入ってくればいいですけど、僕底辺 YouTuber なんでこれが入ってこねえんだ。ってことは、まあ、まあ好き勝手やらせてもらってますよ、みたいな感じで。漫才の途中に入ってくる、それは、まあまあやらせてもらってますけど、みたいな。ね。そういうのやめろってね、お前つまんないからみたいな。まあ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 、まあ、そのやっぱダサいって思う人いっぱいいるわけですよ。まあ一人ずつ、ね、名前出してきればキリがないです。うん、一つ言って、まほどさんに物申したいんですけど、やっぱ怖いんですよね。やっぱそのまあまあ勇気を出して物申してみたいですけど、やっぱあの人ってやっぱその確かに一時代を築いて面白かった人ですけど、今なんかこびてるんじゃないかなって俺は思ってて、そういうのが動画のサムネイルとか出るじゃないですか。昔はなかったようなサムネイル、まあ昔々っていうのもいけないです。でもね、俺昔の方が良かった YouTuber ってね、2人いるんですよ。まあこの、まあこうやってシュッて、まあ、2人いるんですよってね。で、3人いるのかみたいな感じで、一緒に、まあ、2人いるんですけど、まあ、それが佐野物語、バナナさんと、やっぱ渡辺真人さんですよ。で、まあ、バナナさんの話しますか。いや、真人さんの話しましょう。真人さんの話しますと、昔の方が面白かったっていうね、やっぱりなんか尖ってたじゃないですか。昔の方が。なんかすごい不思議なキャラとか、キャラを連発していった。でも今なんか、そのキャラをなんか出し惜しみしてるっていうかね、そういう、あのキャラだみたいな感じで特別感を出してる。価値を作ろうとしてるっていうかね、特別だよみたいな感じが嫌だなって思って。まあ時間がないのかもしれません。まあいろいろね、まあライブ活動とかしてますし、エンタメ X にも出てたり、本の表紙を飾ったりとか、あと、ブランドもやってるし、大変なのは分かるかもしれない。でも昔の方が大変だったんじゃないですか。昔とかいろんなブランド立ち上げるとか、昔の方も大変だったかもしれないけど、なんかその毎日投稿もしないけど、なんかああいう感じ、そのなんつうんでしょうかね、俺が嫌いなのっていうのはね、中途半端にこなれた面白さっていうのは嫌いなんですよ。やっぱ芸人さんたちっていうのはもう達人じゃないですか。達人のこなれたはいいんですけど、なんかそんなに達人でもねえやつがこなれたやつすんの俺嫌いなんですよ。それヘクトルハウスさんとかマホトさんとかあるじゃないですか。うん、ヘクトルハウスさんも当てはまるんですよね、そういうところ。でも面白いんですよね。
まあ、昨日の動画、やっぱりその、まあ、新しいあの裏ギスビのなんかのび太っていう人でしたっけ、まあ、違いますけど、まあ、のび太役の人、のび太役みたいな、なんか実写版ドラえもんの披露試写会みたいな、ね、ノリで言いました。どんなノリだよってね、あのツッコミされた方が、まあ、数名いらっしゃる。あ、底辺 YouTube なんで見てる人がいなかったっていう自虐ネタね、まあ、今のね自虐ネタ、もう自虐ネタで言うか、もう噛んだから、もうこれから自虐ネタのこと自虐ネタって言うか、なんか言うかみたいな。いや、やめてお父さん、もう俺野菜食べるから、もうじゃあ死ぬかみたいな、なんかそういうノリあるじゃないですか。じゃあもうみたいな、じゃあもう何やるんすかっていうノリ あるんですけどね、俺のうちの家庭には。じゃあ死ぬかっていうノリはないですけどね。はい、もうね、もう喋りたいんですよ今、ランナーズハイの状態で。もうずーっと起きてはないですけど、まあ、昨日の6時から起きて、あー今14時間くらい起きてるのかな。まあ、それでね、まあ、ランナーズハイの状態で喋るんですよ。まあ、これの動画を撮り終わったらね、結構トイレで喋るっていいっすね。これからはね、この個室空間で音がね、こもってね、ワン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 みたいなね、セルフエコーがかかってる状態で、セルフエコーじゃねえだろ。な、自然エコーだろ。な、セルフって、どうもー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 、始まるまーまーまーでしょ。まあ、すごい脱線したな。今ちょっと切るけど。切りました。今ちょっと脱線切りました。戻します。いや、まあ、まことさん。まださえなぁ。でも、だからやっぱその、単純にあの人、やっぱ一時代を築いた人だしね。で、あと、絶対なんかね、昔の面白さって戻せない面白さじゃないと思うんですよ。戻そうと思えばやるし、力をちょっと入れれば出せるような面白さ。毎日ではないけど、やろうと思えばできる面白さがあると思うんですよ。昔のってなんかね、ちょっと変でやるだけで面白かったし、それをやろうと思えば今でもできるけど、なんかキャラっていうか、なんか、まあ、悪い方するようになったらアイドルに染まっていくじゃないですけど、面白い時もあるんですけど、でもね、そうなんですよ。なんかそうなんじゃないかなと、アイドルなんじゃないかと。やっぱ YouTube アイドル多いですよね。それじゃダメだと思うんですよね。アイドルってすごいつまんないじゃん。面白いですか、アイドルって。まあ面白いアイドルもいますけども、でもなんかアイドルになったらつまんないですよ。YouTuber はアイドルになっちゃダメですよ。まあ、そのなんつうんですかね。まあ、ダサいなと思っても、あともう一つね。面白くやろうと思えば面白くできると思うんですよ。そんなに難しいことじゃないと思うんですよね。昔の方が良かったって言っても、その、昔のその時期にしか出せない雰囲気とか空気感とかがあったと思うんですけど、それでも、ヒカキンさんの動画見れば分かると思うんですけど、あれに昔の方が良かったっていうのはないと思うんですよ。そのなんか最近の動画、まあ、最近の動画でまあ新しいオープニング、あ、エンディングが入って、まあ、新しいエンディングっていうか、復活、エンディングが復活したんじゃない、登録ってやつがね、まあ、エンディングが復活したわけじゃないですか。まあ、それが復活して、でその時の昔の動画見ると、やっぱ解説してるんです。あ、ね、BGM 入ってないね、みたいな感じで言ったりとかして、今、すごいんですよね。ヒカキンさんの動画見ると、いろんなところに効果音入れたり、BGM 入れたり、BGM 切ったりとか、すごい工夫してるっていうかね。やっぱその、まあ、一応ね、知名度ナンバーワン YouTuber として自覚を持ってやってる。見たらすごいかっけえなって思って、やっぱ昔と比べて、クオリティが全然違うじゃないですか。昔だったら、なんか余白があったりするけど、その余白をなくして、ぎゅうぎゅうに詰めてる。いい意味でね。悪い詰め方じゃないみたいな。すごいなって思ったんです。そこなんですよね。なんか、手抜いてるじゃないですけど、そう、ヒカキンさんみたいにやろうと思えばできるものしてない人が多いんで、大御所の、まあ、めぐみ TV さん最近見ないですけどね。僕はね、100万人行きましたけど、なんかそれも違うしな。それも誠さんが入ったけど、チャンネル登録者数は伸びましたよ、めぐみ TV。 でも再生回数、その誠さんコラボする前のタトゥー動画に負けてるしね。タトゥー染め動画にって思いますね。再生回数では負けてるけど、チャンネル登録数だけやったみたいな。まほちゃん援護してるみたいな言い方見ましたよ。確かにその BDR さんがめぐみの画像って言って、こうやってこうまほとさんがこうやってあげて、その子供をこうやってあげて木登りしてるみたいなありましたけど、でも再生回数取れてないじゃないですか。チャンネル登録者数って単純に収益にしかならないと思うんですよ。あと金の盾欲しいか、金の盾欲しくて転売したいか、それくらいしか理由ないんですよ。冠みたいな、勲章みたいなもんですよ、チャンネル登録者数って。チャンネル登録者数が100万人いたって、再生回数1だったら生活できないわけですよ。チャンネル登録者数って意味ないのに、まあ会社でやってるからしょうがないのもあるけど、それをなんか業務委託みたいな感じじゃないですか、誠さんとやってみたい。チャンネル登録者数は伸びてくる、再生回数の安定さは出た。
全然再生回数前の日に負けてるし、スクラッチ動画にも負けてるしって散々な結果ですけどね。うん、だからこれはやっぱまあ脱線、まあ脱線していくのは雑談ですよ。まあ脱線に脱線、まあ脱線雑談みたいなもんですけど、まあそのコラボっていうのも俺どうかと思うんですよ。やっぱりその YouTube っていうものはあの人があんま好きじゃないからこの人を見てるっていう人もいるわけですよ。いやいや見てるっていうのもあんまいないと思うんですよね。いやいや見る人なんていないでしょ。アンチだって心の中では好きだけど、でもその好き好きっていう表現は嫌だから嫌いっていう表現にして応援してるってだけじゃないですか。だからそのなんつうの、だから、うん、だからコラボっていうのもやっぱ見てて分かるんです。気まぐれクックさんのコラボでもやっぱ一番叩かれてた時期あったじゃないですか。まあまあ名前出しちゃダメだけどね、 TK キャッスルもみじ、まあ、っていう人と、まあ、コラボしてたじゃないですか。まあそういう時にもやっぱあの人ってやっぱりそのコラボこじきじゃない、まあコラボチャンネル登録中こじきじゃないですか。まあ AKB 元 AKB ですよって言って、まあ確かにファンも多いと思いますよ元の。でもね、動画の内容すごいクソだと思うし、うん、見てていいもんじゃないし動画上げないしね、それって思いますからね。であとはまあ3 or 1 3 with 1、まあまあまあ3 with 1って、まあまあまあアイドルみたいな、まあ何のモデルか、なんかモデルみたいなやってる人いるじゃないですか、3人組で。まあ3 or 1なんでね、適当にちょっと俺のね、小5レベルの英語に お付き合いお願いします。あー、そういう人いるじゃないですか。でコラボしてて誰得っていうコラボなんですよね。やっぱその得を見極めるかっていうとやっぱそうじゃないですか。でもコラボってあんましちゃいけないんですよね。見てる視聴者が不快になること多いじゃないですか。だからまあ最近の例で言ったら、ヒカルさんが嫌いでから水溜りボンド見てるみたいな感じで、水溜りってなんだよ、提供住友かって。何それ、住友ってどこだよ、住友金融じゃないですか、どれだよ、何だよそれっていうね、よくわかんないツッコミして、まあ水溜りボンドとは関わらないでくださいって信者が言ってたじゃないですか。それもなんでお前が決めんねんって思いますけどね。お前どの面から言ってんねんゴラって思いません？それも気持ち悪くね、決めんのヒカルさんだし、決めんの水溜りボンドじゃん。だからそのかっこよくてね、電話出た時も、あでも私もう僕もそういう覚悟で来てますみたいな、かっこいいですよね、うん、面白かった。水溜りボンドさんってね、確かに動画のねサムネイルとサムネタイトルは確かにすごいしょうもないもんですよ。ブエーみたいな感じでやってますけど、まあ、これはね、誇張して、まあ、それをもうすごい誇張し始めた人みたいな感じですけど、すごい面白いんですよね、やっぱ。なんか、お笑いがベースじゃないですけど、やっぱ一応あの人たちも M1 準決勝くらいまで行ってるんで、で、まあ、コント見たわけですよ。まあ、1個目のなんか、青学の最後の高校3年生とかでやったのかをよく分かんないけど、大学人生でやったのか分かんない、あれは、もう何言ってるか、あバルドクスだよお前みたいな感じのとこだけなんか動画で切り取られてたんですよ。でそれ見に行って、何言ってるか分かんねえって思って、でまあお医者さんのコント見たんですよ。最初見た時いや普通に面白かった、と思って、 BGM もよかったよね、トゥーンタン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 トゥーンってマジでこれガラス割れるんじゃないのかな。あ俺の声で割るのもありますけど、普通にうるさいって言ってなんか透析機でボーンってやられるかもしれませんよね。透析機ってお前な、すごいな、すごい時代だな今、この個室めっちゃ現代だけど透析機がある時代って、むちゃくちゃな時代背景だなっていうのね。まあ適当に時代背景って言葉がね、もしこの動画のキーワードで今無理やり入れ込んだかもしれません。まあそれにさせたあなたはメンサ会員でしょうっていうね。何を言ってるか分かんないですよね。あでも何言ってるか分からないっていうのを言ってるんですよ。あま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 あ、まあ、僕喋りたいんで、まあ、適当にね脱線していきます。まあまあダサい YouTuber じゃないですけど、そのまあまあ簡潔に言うとね、まあ、これで終わりませんけど、誠さんがダサい理由ってあの人数字持ってないじゃないですか。チャンネル登録者数、確かにチャンネル登録者数持ってない、チャンネル登録者数は意味ないって言いましたよ。でも再生回数もなんかずっと100万いってるわけじゃないですよ。チャンネル登録者数100万でその100万回生数を毎日取ってるかってわけでもないでしょ。でなんか動画の一番上なんかほぼ釣りタイトルようなもんでしょ。パパになりましたっつって、あやなさんの子供でしょ、あやなさんと柴谷さんの子供でパパになりましたって釣って
で、ヒカルに最後に言いたいって言って後輩の力で400万回生数、うん、とかなんか正当なドシンっていうやつでやってる感じじゃないし、もう何回やってるんですか YouTuber19 日に何上げるかアップするか選手権、もうどんどん見栄えがなくなってきたってことでゲストを呼ぶようになったと。最近は東海オンエアですよねえ、次は誰ですか、ヒカキンさんですかねえ、うん、もうすぐ終わるでしょねえ、ピューディパイでも呼びますかねえ日本の人ってピューディパイって知らないし、あと俺ね、やっぱいろんな YouTuber の人って YouTube が本当に好きなんだね。俺は YouTube Japan のネタ系 YouTuber ってもら呼ばれる人、まあ、俺が面白系 YouTuber って、面白い人たちはもう面白系です、ジャンル問わず、まあ、そういう人たちで、海外の人も見てるんですよね。でも僕海外の YouTuber で最近名前したのはスモッシュっていう人で、スモッシュとピューディパイさんしか、スモッシュさん様とピューディパイ様しか知らないですね。でもチャンネル登録者がすごい、スモッシュさんって俺すごい、そんな昔から見てないんですけど、あのゲームを現実にするやつ面白いな、なんか言語を超えた面白さがあるって思いました、すごいなって思いました。あんままあ翻訳つけなくてもやってること大体わかるみたいな、すげえって思いました。言語を超えた面白さってやばくない？すごいよねそれってねって思いました。まあ、ピューディパイさん何言ってるかわかんないですけどね、うん、で最近なんか How to Basic さん見ましたけど暴れてるだけでしょうね。はい、ということでね、まあその海外の YouTuber あんま見ないです。だって俺に英語わかんないもん、英語わかんねえもん俺、なんでわかんない言語の見んだよ、日本語見るよそれだったら、時間の無駄だわ。海外の YouTuber なんて俺 YouTube で勉強なんか絶対したくないから、絶対したくない、勉強なんか絶対したくない、ずるしてブル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 ということでね、まあね、小ボケを入れて、まあ、これがボケになるのかボケにならないかあなたのね基準ですよ、まあ、これが大ボケになるかもしれない、でもそんなボケじゃねえよ、邪道すぎるわっていうね人もいるかもしれません。まあね、まあ、その変顔が邪道かって言われても俺はわかんない、そんな、はい、ミシュランマンのモノマネですっていうことでね、むちゃくちゃなね、ボケを入れていくと。いや、ミシュランマンのモノマネ気に入ってるんですけど、こんなモノマネしねえ、春日か、そのモノマネやっていうことで、いやー本当にまあ、ダサい YouTuber 行っていこうということで、まあ、誠さん単純に今数字ないじゃないですか、再生回数もなければチャンネル登録者数もいないじゃないですか、それなのにまあまあ10年ななかったらしくやってて、それで光に言いたいことがあるみたいな感じ で詐欺したのかどうかも分かんないけど、みんなが勝手に今詐欺ということにしとこうみたいな感じで詐欺師とか言ってね、でそれも、まあ、なんか皮肉なことにそれでちゃ再生回数400万回ももらってると状態で、それで逆に光大嫌いとか言ってたら意味わかんないですけど、ね、感謝しなきゃいけないですよね、それ再生回数400万回ももらってですよね、なんか釣りのタイトルでようやくとか、あと NG 集面白いデータでね、 NG 集の再生回数ってめっちゃ低いんですよ、でもあれわざとめっちゃ分長くするんですよ、でこの見出しに入らないように NG 集するんですよ、で一見見たら NG 集じゃんクソ野郎って思うんですよね。 NG 集ってほんとつまんないよね、だっていやつまんないっていうか、コアユーザーしか面白くないし、あれのスパンが毎日投稿の人だったら面白いんですけど、スパンが空くじゃないですか、あれだったら、あれこの動画の NG ってなんだっけなって、そんなめちゃくちゃ記憶力いいじゃないですかそれ、あこの動画の NG ねってパッて思いつく人ってやっぱね信者以外いないんですよ、そのなんつうの、俺みたいななんかね、あんまりそのコアユーザーじゃない人にとってはコアリスナーですね、リスナーなんかめんどくさいですよね、リスナーだったり視聴者だったりね、視聴者って言いづらいからリスナーでいいだろうって、まあ、コアリスナーじゃないんで覚えてないしですしね、それでなんか釣るじゃないですか、芸能人に怒られた話で NG 集みたいな、何それって、それ一本で勝負せんかいと思いますよね、 NG 集を見てほしいがためにそこまでしてくるかって、今週の小話ですみたいな感じでなんかちょっと言い訳してるけど、そういうところありますよね、まず NG 集見たいか、あ NG 集で面白いことあんまないからね、アレナンさんはあの人はおかしい感性なんだからエミリーにプラスワンがいいわけねえだろみたいな、そこしか笑えなかったですけどね、はい、NG 集ってそんな面白くないね、だって何も知らないんだ、前情報なしに見たらあんなあれほどつまんないものじゃないじゃん、 NG ってことはカットされたものでしょ、カットされるってことは面白いこと、その中で面白いものでしょ、買い争いみたいなもんじゃないですか、そんなの見て誰が喜ぶんですかって、NG 集っていうのは確かに東海オンエアさんも昔やってましたけど、
NG 集って誰が見たいの？それはなんだ、テレビのあるじゃないですか、ドラマの NG 集みたいな。あれは確かにな、ガッキーさんが間違えてる、あー可愛いみたいなになりますけど、ならねえだろ、そんな YouTuber のなんかみたいな、NG 集ってそんな素人の間違いなんて、まあ、素人って言い方はほんとダメですよ。柴田さんの影響で俺ぶつっちゃったんですけど、いや、そんななんか、やっと編集でやっと世に出せるものになってる状態の失敗作みたいな。ね。そんな食えねえよ。なあ。ね。でもなんか素人っていうのもおかしいしですね。YouTube のプロですから、皆さんは。はい。って感じです。で、最近悲しいなって思ったのは、そのなんか中学生 YouTuber みたいなんですか、チャンネル登録して5万人だった。俺の方が面白いだろ！なあ。まあそれは編集してないから面白くないと思われるのかもしれないけど、僕はやりたいことをやっていくだけなんで、まあそれは再生回数で、ね、追いつきません。まあね、追いついてほしくないっていうのもありますよね。やっぱり自分のお前らなんかに認められねえくれ、ぶっ飛んだものやってやるよっていうのが僕の気持ちなんで、あんまり追いつかれたくないですからね。まあ、どれくらいの速度かっていうと、秒速3672不可説不可説転光年、それくらいの速度で俺はお前らを抜かしていきたいと思う。俺はもう地球を何周してるんだ、もうもう意味わかんないくらいドゥーって、もうそれくらいの速度でやってる。そいつに追いつくやつないんだよ。3673不可説不可説転光年秒速でやったって全然追いつかない。うん、もう9999不可説不可説転光年秒速だったらまだわかる。でも全然まだやばいわって。でまあ不可説不可説転っていうのはすごい大きな数字ってことですね。とにかく無量大数なんか比にならないくらいでかい数字です。まあ、最近、不可説点っていうのはね、不可説点にハマってるんですよ。やっぱ今言いづらいんで、不可説点って言いましたけどね。やっぱこのイントネーションちょっと面白くないですか？不可説点ってことでね。これで笑ってくれれば幸いなんです。幸いなのか、最愛なのか。やっぱり日本語ってすごい難しいと思うんですよ。その言葉の本質を理解してないと何言ってるか分からない。僕みたいな人になるんでね。皆さんもね、その言葉の本質っていうものを知ってしっかりと話していきましょう。ってなったら大変だぞ。ひらがながどうやってできたかってなってますからね。まあそんなに固くならないで日本語喋っていきましょう。いやお前は日本語おしゃべり教室の先生かっていうね、独自のツッコミをして終わりたいと思いませんっていうことでね。やっぱり僕は喋りたいわけですよ。何時間何千年でも喋っていきたい。何時間何千年、すごい飛びすぎね。何時間でも何日でも何時間何千年ってすごいですよね。飛びすぎですよ。もうどれくらい飛んでるかっていうとね、まあ、ここから月までジャンプですかね。はい、ということでね、くっそしょうもない例えで、いや、それみんな、お前、メンサ会員じゃなくても IQ102 くらいの人でも思いついた例えだぞというね、IQ 関係でいいからっていうね、自分で突っ込んでいくっていうね、よくわからないスタイルをしています。これ言うね、爆弾作ってそうなやつと実行犯です。ユニバースさんの河瀬名人がやるじゃないですか、こうやって。爆弾作ってそうなやつと実行犯ですね。ね、ユニバースがこうやるじゃないですか。こうやってるじゃないですか。やってるかもね。私がって。ねこれって。どこ向いてんねん指って思いません？めっちゃ向いてんじゃん。ベベベベベベって。でこっちなんかそっぽ向いてるしな。こいつらもそっぽ向いてるし。下手したらこいつもかすってるだけだしな。指はじゃあ俺でーすってやるのか。むずいね。私はっていうのも私はって。お前それ以上言ったら自分の苦しめるぞみたいな、これううみたいな、その人の予備動作みたいなもんじゃん。はい、ということでね、まあまあよくわかんないですよ。まあ、はい、あ、カニさんやろうとしちゃうけど、ここの腕が太すぎてカニさんのこの2本くらいの足が見えないということでね、よくわからない。何しとんねんこいつ。まあ狐ですね、これが。これが狐ってやべえよな。はい、耳食べました。いや、目と耳食べました。はい、これをね、教室とか、まあ、クラスメートの人に出せば、お前めっちゃ面白、殺そうってなるんで気をつけてくださいって。いや、結局注意喚起だったんかいっていうね。はい、エセ関西弁出ました。すんまそん。あっということでね、すんまそん。あっってね。今のね、ちょっと面白い声ですね。心臓に圧がかかるんですよ。やっぱ面白さと犠牲に今ね、寿命をね、30秒くらい削ってるんですよ。これ、うっていうのに行く。今はね、17秒くらい削りましたね。あ、やっぱね、寿命を削るもんじゃなくて、ね、寿命は伸ばすものですよ。はい、ということでね、それっぽいこと言ってみました。あ、まあ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 、ダサい YouTuber について、あ、そうだそうだ。まあ、誠さんはね、数字がないけど、確かに一時代を築いたってなんかね、過去の栄光に浸ってなんか物申してる感じが気持ち悪いなって。それは、
まあ、はじめ社長が言うならまだ分からない。最近お金使ってるの多くない？まあ、お前だって2秒でどれくらいの金使ったんだよ、だってね。お前の大量無駄系だって無駄といえば無駄だからな、みたいな。まあ、そのお金は大なり小なり使ってるわけなんですよ。1円だってそれ無駄じゃん。1円使ってるって有意義ってなんだよって話になってくるじゃないですか。無駄遣いってその人の価値観、その情景、まあ、生活水準、年収、貯金とか、あとその人の価値観とかにで、まあ、全然左右じゃないですよね。これが無駄、これが無駄じゃないってね。それなのになんかネットのやつらを買って無駄遣いだって、ね、お前の生きてる寿命をもっと頑張れる人に分けてやれよっていうのも、お前の寿命無駄だぞって言われたらお前らグーの音も出ないだろっていうブームなんですよね。俺もね、あの無駄に寿命を削ってまーすってことでね、まあ、最近もね、コーラがぶ飲みしてるんでね、余計削ってます。まあ、どれくらい削ってるかっていうとね、まあ大根おろしですかね。おろしてるんかい、削ってないじゃん、おろしてるんかいっていうね、まあ、すごいつまんないツッコミですね。こういうツッコミを見るためにはこいつ寒ブラウザバックってなりますけど、今はねやっぱりいつも言うんですよ、ブラウザバックって言葉を使うたびに、スマホで見てる方っていうのはね、ブラウザバックっていうのは知らないんじゃないかなと思います。まあスマホで言ったら、まあこれが、まあ、スマホだと、まあ、これがスマホだとしたら、まあ、ここに YouTube 見てます。ポチって YouTube の動画見ました、よさこい番機種の動画見ました、集まんないじゃないですか。よさこいバンキッシュ、いつもこの例出すときよさこいバンキッシュなんですよね。でもよさこいバンキッシュさんの動画ってやっぱその勢いがすごいじゃないですか。ダーダーダーみたいな感じじゃないですか。うん、いいと思いますけど、でも見ないですけどね。面白いですけど見ないっていうことは多いんですよ。面白いんだけど毎日見るほどでもないな。いや面白いんですよ、面白いし他の YouTuber とも負けを取らず面白いけど、そういうところで水溜りボンドが強いんですよ。やっぱりその誰かに物申したりしないで、やっぱ水溜りボンドはその人に物申さないってところでイメージがその高いじゃないですか。炎上なんてしてないでしょ。あれあれか、電子でレンジでチンでしょ。電子でレンジでチンってポンスカポンポンスカポン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 スカポンのノリで言うなっていうね。またまた変なノリが出ました。やばいやばい、座ってるとめっちゃ痛いな、ケツが痛い、まあ、デブなんでね。ほら見てすごいんだよ。俺がするとガシって言うんだよ、床が。やばくない俺。まあ体重95キロくらいあるんで、それはそうなるわな。まあね、あの、ひ弱な力士です。力士じゃねえよ。お前マジでな、それね。あの、力士とか言うね、ありきたりなね、あの、おい力士みたいなね、こと言ってきたら、お前の脊髄抜くからな。ほんとに。そういうしょうもないなんか呼び方したら、俺なんか、お前のあばら骨えぐるからな、お前。グーンって言って。それでその場でネギトロ作るから、はい一丁ってネギトロ軍艦な。本当に、いや本当に俺力士とかなんかね、そういうしょうもない例えしてきたらマジでえぐるから、腹渡えぐり出すぞな。もしくはな、本当もしくはどうなると思う、目玉くり抜くぞな、鼻整形して鼻高くするぞ。これ256分の1の確率ですけど、256分の1の確率といえば王者の剣ですよねっていうね。あのマザー2しかやってる人しか分かんないっていうね。マザー2をやってる人しか分からないですね。やっぱ日本語って難しい。俺がどっから外国から来た人みたいな、在日人みたいな感じで、確かに顔はね、まあ、在日っていうのはそういう、まあ、隣の国とかじゃなくて、ね、僕生粋の日本人だと思いますよ。親がそういう詐称しててね、なんか本当はうちの子いろんな血が入ってるけどみたいなね、人間の雑種っていうね、恐ろしいの。人間の雑種って嫌だな。だったらそうかもしれないけども、一応いじめられてほしくないからっていう理由で、その日本人で偽ってるかもしれないけど、それ俺それを偽ったといじめられまして、いじめられて引きこもってますからねっていう不幸アピール、不幸自慢最高。これで誰かあの大丈夫って言ってくれないかなっていうね、魂胆が見え隠れしてる。いや見えすぎだろ、チョッパーのこれだよ。逆逆って、ナミが言うんかい、そうやって。な、壁を越えてるやつと一緒じゃん。こうやって壁を越えて覗くんじゃなくて、こうやってやるのと一緒じゃねえかよ。な、あれちょっと考えるね。え、何してんのって思うじゃないですか。あ、そういうことね。壁をこうやってって、壁からね、あの、家政婦は見た。みたいな感じでやってるのって思ったら違うんですよ。こう、それを逆にしてるよっていうボケなんですよね。ボケって何でもいいよね。ネタみたいな感じで。
小ボケですよね。ちょっと今喉に詰まっちゃったんで、それをねごまかすかのように変な声を出しました。まあそういう、まあまあそうだ、三度物語でバルノさんの話しますけど、やっぱ三度物語でバルノさんでね、すごいね、まあまあまあヒカルさんのトークが面白いってわけじゃないけども、トークは面白くない、確かにそのあっと思ったら終わってる、まあそれはね思いますけど、バルノさんも、バルノさんってほんと喋りに向いてないなってつくつく思うんですよ。ツイキャス見ててもなんかあーって感じですね。なんかすごいトークがなんか気持ち悪いみたいなトークですよね。はい、やっぱ僕素直に生きてるんで、やっぱそう思いますよね。でも企画が面白いんですよ。なんで昔の方が面白かったかっていうと、あんまりあの人昔は喋れなかった。今めっちゃ喋んじゃん。まあってことで、適当にやってる。まあみたいな感じで。でも企画とか面白いし、編集も面白いけど、そういうとこでダメにしちゃってるし、あと歌。お前の下手な歌誰も聞きたくねえよ。ね、面白いかもしれないけど、面白さ引く下手イコールゼロだからな、お前。うん、もしかマイナスだぞ。面白い歌詞かもしれないけど、ぬぬ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 みたいな感じでね、なんかその淡々とこなすバナナさんが面白かったんですよ。はい、でも今のってなんかちょっと俺変でしょ、ちょっと俺天才でしょみたいな感じでやってるとこがすごい腹立ちますよね。面白いんですけど、あの前振りとかトークはね、だから昔淡々とこなしてたってことありますし、編集でそれをカバーしてたけど、今よく喋るじゃないですかあの人、それ見たくないしね。あと野球ネタとかわかんねえしね、うん、まあまあまあ俺もすごいわかりづらいことしてるけどな、うん、まあ自分の喋りはすごいいいとは思ってないよな。まあ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 ベルベルベルって喋れますから、まあ、自分で見てて悪いとは思わないですよ。まあ、僕やっぱ YouTube やるやつみんなナルシストなんで、まあ僕もね自分の面白いって思うと、俺は 100% 面白い。俺はあの YouTube 界で一番面白い。SSQYouTuber、いや、トリプル SQYouTuber だって思ってるんですよ。まあ、SQYouTuber っていうのは、明細しがるたと高一 TV なんですけども。まあ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 っていうことでね。まあ、僕は面白いんですよ。でね、皆さん、確かに底辺 YouTuber だし、動画の編集のクオリティ低いかもしれないけど、僕結構意外に斬新なことやってるんですよ。斬新、どんなことやってるか、ここドンってね、ここパワーポイント出すんかいっていうね、ツッコミが今、右から左へってね。あ、こっち左耳なら右から左へってボケすりゃよかったっていうね、あの後悔が、ね、やっぱね人生はね、うん、後悔の連続だから、うんっていうね、あのお前が人生の何を語っとんじゃい、あい噛んだ、ふざけんなよマジで、うん、俺怒るよ本当、今お前が人生の何を語っとんじゃいっていう、おこのフローっていうか、このフロー、あダメだな、なんかラップかじってる人にめっちゃ怒られるんだよな、そういう用語出すと。ラップバカにしないでください、いや、ラップバカにしないでくださいっていうあなたの発言が一番ラップをバカにしてますって、ね、人類バカにしてますよっていう、はい、ということでね、炸裂するんですよ、何々ば、あのね、俺も最近昔ことあるんですよ、半物質を作ってみたっていうね、ネタ動画があるんですよ、半物質系の動画を作ってみたとか、それでボケてる人があんまいなかったんですよ、YouTube で。だったら半物質作ってやろうぜみたいなノリでやって、まあなんで半物質作ろうかなと思ったら、お金がめっちゃ高いんですよ、物質の値段が 1g。じゃあ半物質作ろうって、ね、こう、ドデカミンのペットボトル、でへんやないかいみたいな感じで終わる。で、第2回半物質を作ろうって言ったら、ドン、で、って言ってドラム始めて、ドンク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 ドンみたいな感じ。みたいな、そんなオチにしたんですけど、そしたらなんか理系のね、なんかちょっとかじってるやつに怒られてるんですよ。半物質とは、ちょっとこれ、このウィキペディア見てください。バカだとかね、人のことすぐにするんですよ、あいつら。クソだから。人間性がクソだから。俺、仏だからな、人間性。あいつはほんとクソだよ。でも、もう、ブーメラン、ブーメラン。お前何個投げんだよ。5連続ブーメラン、ほい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 、ブシ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 みたいな感じでね。5連続って言ってね、3回くらいしか当たってないぞっていうね。ご指摘を、まあ、受けると思うんですけどっていうね。すごいですね。もう未来予測ができちゃう。占い師がサラリーマンになったらみたいなね。あの漫才やるんだったら、そういうのね。まあ、その、こういうご指摘を受けると思うんですけど、いや、予言しか。予言、もし予言師がサラリーマンになったら、まあこういうご指摘を受けると思うんですけど、みたいな。すごいな。未来読めちゃう人がサラリーマンになったら、みたいなね。まあ、そういうものをしたときには、そういう小説を使っていけば、何言ってるかよくわかんないですね。僕もわからないですよ。ね、これを見返したときには僕はね、バカらいしますけど、僕はこの動画40分見返します。せん。というね、長ったらい。マジで僕、自分の動画すごいね、YouTube 一応面白いと思うんですけど、なんか俺は YouTube の動画見ないんですよ。見返さないんですよ。なんでかって言って、やっぱり僕は YouTube が好きなんですよ。他の YouTuber にもっと面白くあってほしいんですよ。まず、だから、他の YouTuber 見てます。で、俺の動画見始めたら、
本当に YouTube はつまんなくなったってことのサインなんですよ。まだ面白いんでみんな見れるんですよ。まあ、俺のよりつまんないけどね。まあ、フリーズしたわけじゃないですね。今この独特の間を使ってね、皆さんに分かるよね、今脳内、まあ、今ここ編集するんだったら皆さん分かるよね、これボケだよっていうね、そういうのを伝えてるかもしれません。でも今伝えたんで編集しません。せーせーせーってことでね、近づいてくる系のネタ多いよ。うん、まあ、確かに小学生は好きかもしれないけど、君の顔をね、間近で見たい人っていうのはね、マイナス3人くらいしかいないと思うんで、そうだよ、君の顔、君のドアップの顔、誰も求めてないんだっていうね、心のもう一人のね、僕が。まあ、僕、心の中にね、3672不可説不可説天人のね、僕がいるんですけども、やっぱ3672不可説不可説天っていいよね、この語呂いいよね。3672ってすごい面白い文字だと思うんですよ。いや、数字ね。3672。2367。なんですよ、入れ替えて。で、3672。よくないですか？覚えやすいし、3672って。はい！ってことでね、ちょっとよくわからないボケをしました。ボケというのか、一発ギャグなのか。もう一発も出てないよ。ゼロ発ギャグですよね。はい。まあ、笑わしたらそれが一発になるのかと。笑わせるまでは一発ギャグじゃない、ゼロ発ギャグだ。はい、出ました。名言でーす。マジで便座割れんじゃないの、下手したら俺。まあ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 、まあ、喋るところがここしかないんですよね。40分も喋ってるのが、まあ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 、あれなんだっけな、まあまあまあ、バランさんはそういうところですよね。だから淡々とこなしてたバランさんが面白いわけで、バランさんが面白いわけじゃないよ。まあこれは僕にも当てはまるんですよ。僕が何か人気になった時に僕は多分勘違いしてます。未来の僕が聞いたけ、お前は何か勘違いをしてるぞって。お前の一番人気な動画を見てるの、その動画が面白いだけで、お前自身を好きなやつは少ないとね、予言しておきましょう。まあ、自分で自分をすごいね、世界で一番、いや、宇宙で一番、いや、この世で一番面白いと思ってるんですけども、もうこの世ですからね。というか、下手したら、3次元から6次元まで俺が一番面白いと思ってる。さし、7次元からの高度なお笑いには俺はついていけない。でも6次元までのね、くらいのお笑いなら俺はついていけると思います。それまでもまだトップだから。はい、ということでね、すごいですよね。ほんとなんか、精神異常者みたいな発言しますよね。はい、ということでね、お、そうです、精神異常者でーす。ね、どう考えても精神異常者でしょ。こんなベラベラ喋ってんだよ。ね、薬やってないのに。俺薬やってないですよ。下手これね、この動画見て、何この人40分でベラ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 喋り続けてんのって思ったら、これ薬やってないです。俺薬やってるよってより頭おかしい自信はあるんで、俺絶対俺薬やってるやつに頭のおかしさで負けたくないってプライドはありますよね。やっぱその薬やってるやつが、うわ、こいつガチでやべえやつだ。俺が決めてきてんのに、こいつの方が決まってるって。それもこいつ薬やってねえ、タバコもやってねえ。こい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 みたいな感じでね。それくらい相手をビビらせるくらい頭がおかしいやつになりたいなっていうのが夢ですっていうね。ね、もうほんと頭おかしい夢だなって言われたいがための発言。でね、これもキャラ作りだからねーっていうのは遠回しすぎる。どれくらい遠回しかっていうと、大阪に行くためにベルリンまで行くってくらい遠回しですね。遠回し、遠回りですね。はい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 、間違えして、日本語間違えたわな。はい、ということでね、日本語難しいってことでね。まあまあまあ、まあ、三の物語さんが面白いわけじゃなくて、三の物語さんの淡々とこなしていく姿が面白い。で、企画が面白い。で、編集が面白い。でも歌はぬ、フェイスは、んでもなんかちょっと、まあ面白かったけど、なんか、その他の YouTuber をいじってるっていうところしか面白くないんですよ。まず、歌系俺マジでな、だから自己満足って言われるのもしょうがないってくらいつまんないですからね。うん。世界観とか言ってね。何が世界観じゃっていうね。でも俺、虹色カンパニーは好きですよ。見事だっけ。うん。あと、寝言っていうグループ系、まあ、ついの YouTuber いるじゃん。いや、普通にバンドの名前パクんのやめろよ。ということでね。まあまあ、あ、で、あと、ヘキトルハウスか。うん。ヘキトルハウス3。え、ヘキトルハウス3ってなんだろう。ホワイトハウス3みたいなもんだからね。ホワイトハウス3ってね。ホワイトハウスですよ。大統領のいるホワイトハウスにさん付けをしてるのと同じですね。ヘキトルハウス。3人のグループ。ヘキトルハウスさんっていうのおかしいと思う。だから言った通りに、ホワイトハウスさーんって言ってるのと一緒だからね。
ってね、ハウスしか買ってねえよってね、ハウス食品グループさんって言ってるの、ハウスさん食品グループさんみたいな感じでね、ハウスさんと食品グループさんが分かれてるのかなって見せかけて言う、ね、ハウスさん食品グループっていうね名前だったって ね、はい、ということでね、そういうね、変なねものはやめよう、変なことするのやめよう、まっとうに生きようってね、まっとうに生きる気全然の、まっとう、マジでもう最悪だ、今噛んだ、まっとうに生きる気が全然ないやつのまっとうに生きようのモノマネでした。もうここスラーッついたらかっこいいんですよ、あらーってね、ガッツポーズが出るんです。今びっくりしたでしょ、イヤホンつけてるよ、おーってね、まあ、起きました、まあ、今ので36人起こしてギネス記録樹立、そんな安っぽいのかギネス記録、一度に動画を通して人を起こした人数みたいな、そんなの分かる気っていうね、なんだその分かる気、どこの鉛が入ってんねんって、まあまあまあ面白そうな鉛があったらそれどんどん使っていきたい、うん、こういうなんかこんな表情あるよねって言ったらこんな表情ねえよ、どんな表情でそれ、どっちかにしろ、これかこれにしろ、どっちかにしろっていうね、顔が定まらない人のモノマネでした。いや何でもモノマネって言えばいいんですよ、僕も先祖のモノマネですから、はい、いやー、まあ喋ることがないと見せかけてあるんですわ、まあ、ヒトラーハウスさんって、あの人たちってよくなんか炎上して YouTuber にチクチク言うよね、チョコレートスニッカーズとかヒカルさんとか、それしかいなかったっていうか、ね、まあ、いろいろディスりますけどね、いやもうそのチョコレートスニッカーズをディスってた川口仁さんがディスってた動画で、やっぱなんかその世界の終わりはしっかりとした理由があるよとか言ってる人いたじゃん、あと俺一番腹立ったのは馬面ビデオのキューティクル全開、馬面です。まあ、馬面さんですね。馬面さんね、トリプル A のこの人とこの人に似てると思う人リツイートっていうので、呼び捨てしないでくださいみたいに言ってるやついて。キモ！はい、ということでね。いや、俺ほんとガチでキモいと思う。なんでお前らユーモアないのって思うんですよ。否定してるわけじゃないじゃん。ね。否定してない。似てると思うでしょ。似てないですよ。みたいな。わらわら。みたいな感じで、大人の対応ができないの。まあ、大人っていうか、それ、大人。大人とかじゃない、それがなんか、って、ユーモアが何なんだろうな。その、あるでしょ。フィッシャーズは好きじゃないって言って嫌いって捉えると人、同じ。あ、今日噛むな、もうすぐ眠い証拠だな。まあ、俺フィッシャーズ好きじゃないなって言ったら、フィッシャーズ嫌いなのっていう人と一緒。好きじゃないってだけで嫌いでもないんだよ、それは。好きじゃない、だから何でもないんだよ。その、好きじゃないってことは何でもないんだよ。まだ何もそのフィッシャーズに思ってることはまだ何もないのと一緒なんだよ。好きでもないし嫌いでもないなって言わないといけないんですか。それと同じなんですよ。なんかじゃないんだったらこっちみたいな二択の人多くないって俺は思うんですよね。なんかその頭がいいのか分かんない、じゃあ馬面さんのなんかトリプル A さんのなんか男の人似てるこいつブサイクイコール批判してるオラってなるのおかしいよなって、似てるか似てないかって思えば似てないと思いますけど、そういうのやめてもらえますかって、そういうお前リプラン、お前リプにやめてもらえれ、マジでほんとやめてもらえれ、来世やり直せ、なんてよほんと、来世もう来世ボタン押すぞお前の、はい、ということでね、やる気スイッチみたいな感じで言わないでください。いや俺ほんとそういうの嫌いなんですよ、なんでそこをあーって感じで流せないかなって思うんですよね。それ信者じゃないですけど、でもやっぱ信者って気持ち悪いですよね。でも気持ち悪いね、もうね、信者が気持ち悪いってのもありますけど、なんかね、攻撃する信者は気持ち悪いよね。まあでも、はじめ社長の時も信者そうでしたよね。ヒロトゴルフだっけ、ヒロタゴルフの、なんかリプランに対して信者が言ってるじゃん。あれ下手したらアンチだよね。いや多分アンチがね、ファンを装ってやってる。これ何回行ったらここ床抜けるの、俺多分抜けるよこれ。まずさ、こんな40分もずっと座ってるもんと想定されてないでしょ、95キロのデブが。それもチビデブなんでね、もうその慈悲がすごい。でかい、まんべんなくじゃなくて、もう針ですから。2トンの針ですから。はいってよくわかんないことを言いましたけど、まあ、そういうのも嫌だよねって、なんかユーモアとかじゃない気がする、それは。なんかそれ笑って、はぁ、みたいな感じ言えないって言って。で、否定してるわけじゃない。否定してる人がいたんだったらそうじゃないみたいな感じで言えばいいと思うよ、俺は。必死で抵抗すればいいと思うし、似てると思ったらリツイートみたいな感じのね、やつで。でも本当に俺もそうなんですよ。なんか世界の終わりの深瀬さんのドラーゲナイってやってるやつの大根食ってるコラ画像をね、 LINE のねトップガみたいなのしたら、なんかさ同級生のやつがかわいい深瀬かわいそうって、俺が知ったわけじゃないんじゃ俺なあ、ねえそれ深瀬
大根食ってかわいそうってどんな感情じゃそれ。もう10年に一度の感情じゃそれはっていうね。まあ癖が強い風ってね、お前どんだけ千鳥好きなんだよって突っ込まれそうですね。いやそんなツッコミ、そんなツッコミしない、うん、いやびっくりするよそんな感情。深瀬さんが大根食っててかわいそう、まあ生だから確かにかわいそうで、おろさなきゃダメだよって、そういう問題かってなってくるじゃないですか。いや相方がいないんですよ。俺の相方はいつも壁、突っ込むペシンって突っ込むの壁、何も言ってないもん。一人突っ込むでもお悲しい音ですよこれ、音も響かないし悲しいな。友達が欲しい、友達が欲しい、この動き面白いね。面白いと思った人は、まあ、僕のなんかね何らかの手段を使って100万円くださいって、ね、あのチャンネル登録者数より高評価よりも100万円くれって言って本当にくれたら困るけどね。いや確かに欲しいですけど、でもやっぱりそのそれを恩返ししなきゃいけないんじゃないかなって思うんで、僕はねこれからね恩をあだで返す系 YouTuber になりたいと思います。恩をくれたらあだで返して、あだで返してくれたら100倍で返します。いやクソな YouTuber、 お前どっちに転んでもクソね、うんね、やばいだろ、どっちに転んでもクソってやばいだろ。恩をあだで返す、あだを100倍あだで返すってね、100倍返しだってね、あの全然ねモノマネができてない、逆になんかなんか違うよねってね、セリフも真似れてないしね、100倍返しだみたいな感じ言ってないでしょ。いや言ってるけど100倍返しだみたいな感じで、もうちょっと変に言った方が面白いのに、自分では似てると思って全然似てないやつのモノマネみたいになっちゃったじゃんということで、お尻が痛くなってるんで、もうやめようかな、もう喋ることないかな。ヘキトラハウスさんの子が、あでもヘキトラハウスさんの昔の動画ってすごいとこあってるんですけど、当たり外れが多いんですよ。やっぱり汚い系っていうのは俺見ないんですよ。僕純情でピュアな少年なんで、やっぱ汚いのは見れません、目が汚れてしまうんで。お前はアイドルかってね、はい寂しい音、本当に。でもなんか汚い系の嫌なんですよ単純に。俺潔癖症だけどめっちゃ部屋汚いんですけどね、矛盾してばっかなんですよ。人間って矛盾してばっかなんですよ。でもそれを隠してるだけ、みんな。みんなもね、何々だけど何々みたいな、なんか、パラドックスみたいな、なんか、その、ジレンマみたいなのありますよ。でもそれを隠して生きてるだけ。俺みたいにね、汚いのは嫌いだけど、部屋は汚いですみたいなね。でもそれには、それは大丈夫なんですよね。あるじゃないですか。全部が嫌いなわけねえだろって。全部が好きなわけねえだろ。ヒカルさんの全部が好きなわけねえだろ。フィッシャーズの全部が嫌いなわけねえだろと。で、ヒカルさんのまだ表面上しか見れてないし、俺もフィッシャーズの表面しか見れてないですよ。うん。でも俺思うんだよ。YouTuber ってさ、俺ディスれなくなってる言って、大体全員優しいんだよ。ディスれねえよ、それじゃ。そんな性格のいい人たちをディスるって。そんなね、心のないことできないということで、あの、お尻が痛くなってきたんで、もう、と言いつつ、まほどさんめっちゃ散々ディスってくる。でもなんか、数字がない人がなんか、あれ言うのはね、説得力だけじゃないです。単純にダサいですよね。過去の栄光にすがってる老害ですからね、やってることは。え、わしの時はなぁ、みたいな感じで言ってる、戦争の話のジジイと一緒だからね、それやってんの。それでなんか、YouTube を、なんか、表、なんか、しっかりと、あの評価上げてきたとか言ってますけど、いろんなやつが下げてますからね。あとあれね、印象操作なんですよ。まあテレビでだってチェーンソーとかあいつ YouTuber ですか、違うでしょ。あんな YouTuber なめんずねえぞって、まず本当まずうがつくけど、 YouTuber じゃねえのにあいつ YouTuber なめんじゃねえぞとか言うじゃん。なんでなんかあいつの職業わかんねえけど、あいつディスれねえじゃん。チェーンソー持ってくるかもしれないぞ、チェーンソーってやってくるかもしれない。まあ今はね、クロマニョンさんのどん底のシングルのチェ、あの、ボーっていう歌のチェンソーとこだけね、言いました。すいません。ファンの人、サスイーンってね、サスイーンって言うと今寝違えた子が痛くなるんで、その痛みで許して。まあ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 。これ結構気に入ってるんでね。うん、思うんですよ。その、おでんツンツン男ってツイッターの動画を YouTube に上げて YouTuber が悪いみたいな、あれ全部テレビが悪いしな。うん、で、はじめ社長のさんまだ騒動もさ、悪いと思わなくない？俺はなんかなんでそれでお前らが騒ぐの、本当の俺 100% あれ嫉妬だと思うんだよ。単純にいいじゃんって思うけどね。あれは俺ね、確かにはじめ社長はつまんないですけど、でもあれは悪いとは俺は思いません。うん、なんか思わないっていうかさ、うん、踏みにじったじゃないけど、なんか違う、なんかなみたいな。まあそう思いますよね。
でも俺はハジミ社長はね、あんままあリスペクトしてる部分もありますけど、面白いなんて思いませんけどね。なんか大食い系みたいので食べれないみたいな感じ毎回やってますけど、あれ意味わかんない。やってんの直前にと一緒だからね。それがその家で食べるか外でやるかの違いだけでやって、無駄遣いには変わりませんよ。あれもそれがハジミ社長だったらいいんかい、なやそれというね、キレッキレのツッコミと見せかけて全然の切れ味のない白金、百金包丁な、やっぱ長い言葉は噛みやすいからもうスパッてやんなきゃな。うん、あ、まあそういうこと。もうすぐ1時間になるぞ。収録って言っちゃう。うわ、キモー、え、 YouTuber 気取り、キモー、マジで墓立ててあげようかお前の、うん、安い墓をのう。ということでね、よくわからないツッコミをしましたけど、やっぱ収録って言っちゃダメですよ。すごいダサいですよ。収録とか言うなよ YouTuber、 ダッサいぞお前、ダッサイダッサイだぞ。いや、野菜もっさいみたいに言うなっていうことでね。まあ、野菜もっさいはカイトさんのおかげで知りました。いや、野菜もっさいそれっていうゆやみさんのね、あの動画で、あ、野菜もっさいってどっかで聞いたことあるなって思った。そのカイトさんのサブチャンネルで野菜もっさいかで言ったら、あ、野菜もっさいってシリーズなんだって。そのカイトさんが独自で作り出した野菜もっさいっていう文化なのかなって思ったら、なんか木更津キャッツアイでしたっけ、なんか そういう人たちが作った野菜もっさいだっけ、まあ、知らねえけど、よくわかんないけど、木更津キャッツアイ、キャッチアイ、キャッツアイって誰だよって思いますけども、まあ僕ザ・クロマニオンズ以外聞かないんでね、ザ・クロマニオンズ系列しか聞かないんでね。系列ってなんだよ。まあハイローズとかブルーハートとかしか聞きませんけどね。なんで全然わかんないです、木更津キャッツアイとか。まあ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 習得してますからじゃ。すごくね。俺これもうボイパできたやろ。もう俺ボイパの達人は。ということでね、自意識過剰も鼻正しい鼻監督。もうわかんねえよ。日本語難しいよ。かっこいい日本語使えてよ俺だって。でもさ、日本語わかんねえんだよ。本質理解できてねえんだよ。表面上でも理解できてねえよ。もう俺は何を見てんだよ。虚像だよそれは。虚像でもねえよ。どこを見てんだよ。そう、俺が見ているのはそう無ということでね、よくわからないお力ですよ。これでもし動画終わったら皆さんどうします？まあ低評価って思いましたね。まあ僕はね、高評価3億回って、いやお前偶数やないかいって言ってるかもしれない。違います。3億個のアカウントを使って高評価を押すってことです。俺も3億個のアカウント作ってな、まあ、俺も水増してな。俺もアカウントめっちゃ持ってるんですよ。まあ、なんで持ってるかっていうと、それを単純になんか俺のノリで作ったんですよね。まあ、それでチャンネル登録してた時期もありました。でもなんか情けなくなったんですよ。自分の虚偽の、もう虚偽です、チャンネル登録者数虚偽の疑いですよ。まあ、そんな知らんけど、まあいいわ、じゃあ終わります。ちょっと流れたらうるさいからね。